アデル・オルド、イーラの跡取りか。あいつとの同調も伊達じゃなさそうだな。そいつはどうも。金色の瞳、イーラ人は壁眼のはずだが、承服ってやつか。父は寛大でね、そういった分け隔てはしないのさ。覚悟だな。それが招く結果を甘く見すぎて。結果？人間ってのはそういう生き物だろう。よく知ってるじゃないか。勤勉なんだよ俺は。なら学ぶといい。は？光！受け取って！ブレイドが同調する意味を。君はそれを捨てた。はあ、必要ねえからだよ俺には。確信したことがある。人間ってのは死にたがりだよな。涼しい顔して殺し合い、自滅への道をひた走りやがる。神から与えられたその命を無駄にすることにかけちゃもう天才的だ。どんな生物だって叶いやしねえ。いや、いらないんだろうな最初から。たださ、俺はその背中をちょっと押してやるために粋な神が使わした存在。そうは思わねえか。そいつらと遊んでてくれ。あれはこの俺がいただく。